こんにちは。今日は2020年の9月30日、明日から10月、東海道の自転車旅が始まります。その前日に、さよなら東京お別れのパーティーではありませんけれども、なかなかすごい動画を出すことになりました。並ぶ武骨な倉庫群が立派です。かつてここには国鉄東海道線の日の出駅がありました。現在鉄道がやってくることはなくなりましたが、しかし昔ながらの立派な景色とそれから新しいものが入り混じります。ここは東京港日の出桟橋です。今回は皆さんにこのシンフォニークルーズを紹介しますが、この船もねなかなかすごいやつなんですが、あまり知られていないということでして、そしてまた今ですね新型コロナウイルスの関係で、お客さんも減っているので、なんとかしてこのシンフォニーもっと有名にしたいねとですね、私とそれから、ここはハトバスのグループなんですけれども、そのシーライン東京という会社の方とですねいろいろと前々からお話をしておりまして、スーツチャンネルのために船一隻用意してくれませんかね、用意してもらうことになりました。今日はですね私のためだけに船が出るということになっております。あそこですね、ゆりかもめが出ておりまして、新橋からゆりかもめで3駅になるのかな、それからね浜松町の駅から歩いて15分、そしてタクシーの便利がいいということで結構ねタクシーが頻繁にやってくる、ここはそういうところです。これがレストラン船のシンフォニーです。立派な船です。それで今ね船が出てきました。こういう風にね、これあー出てっちゃってと思うでしょ。お前なんで自分の乗る船がこうやって出てくるところを撮ってるのと思うかもしれないですけど、私知らなかったんですけどね、東京湾の、シンフォニーってこういう船、今から細かく紹介しますけど、この船2つあるんですよ。でこれはシンフォニークラシカという、大きいのと小さいのとで比べるとまだ小さい方の船でして、もっと大きな船がね奥に隠してあるわけです。今ちょうど見えてきました。ですから今日皆さんにご覧いただくのはこのシンフォニークラシカではなく、向こうにおりますシンフォニーモデルナです。今ですね私一人だけを迎え入れるためにこのようにライトが灯っています。こっちがシンフォニーモデルナです。これ相当大きいですからね、あっちに人が米粒みたいに映ってるの分かると思うんですけど、これ僕で貸し切るっていうのはね、こういう企画をやったことある人はあんまりいないと思いますし、それから多分シンフォニー側もこういうのやるのは初めてないんじゃないですか。よく OK 出ましたよね、こんな企画。本当にだから皆さん本当かつてない出来になってると思いますんで、ぜひですね楽しんでいただければと思います。ちなみに今回マジで一人で撮ってるんで、だからこういうの、久々に取り出して使ってるんですけど、これも自分で片付けたりとかね、こんな豪華なことをやってんの 何やってんだかなって映像なんですけど、もう僕一人しかいないんでね、好き放題写真も撮れるわけなんですけど、こっちが正しい乗り込み口なんですよね。一回さっきここね通過してきました。じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちゃんと正しい向きから入るかな。これ結構ね急なタラップのところ登って大きいんですよ船が。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お世話になります。よろしくお願いします。はい、大丈夫です、お願いします。これからねお連れいただくのがメインのところですよね。今日お連れいただくのは本日ご案内するのはメインタイム4シーズン。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、いや素晴らしいですね、お世話になります。左側の方が景色がよろしいと思いますんで、はい、好きなお席を選びたいので、そちらをセットします、ね。はい、ありがとうございます。これ全部並べていただいたんですね、はい、僕一人しかない。ありがとうございます。これどれにしようかな出港したらねすぐ料理の時間になるんです。それまでの間にすぐと思ってですね、とりあえず上まで来たんですが、結構高いわけですよ。こうやって手振ったら見えるかな。今日はどうもありがとうございます。こんな高さですからね。あそこになんか高級マンションみたいなのあるんですけど、マンションのね5階よりもちょっと高いぐらいの目線ですよ。落ちないように気をつけないといけないですね。楽しい旅が台無しですから。景色のんびり見ていたいところでもあるんですけども、一方でね出航する時の演出がここは最高らしいで、私一人しかいないんだけど、いつものパターンでやってくれそうです。おこれデートでいっぱい来た人がなんかここに鎖つけてるんだ。これはあれですよ、ちゃんとこう認められてるやつですか。よく観光地に勝手に南京錠をセットしてるやついますけど、ここはそうじゃないんでね。あそこにも書いてある恋人の聖地とか、結婚式なんかにも使う人がすごいもう絶えないそうなんで、ぜひね、皆さんもよければご検討ください。船内はどこもとても新しくすごく綺麗なんですけども、ただパッと見るとね、これ船内入り口とかのここの表記がね、なんとも言えない90年代前半感っていう感じで、これがまた素晴らしい。シンフォニーモデルナもクラシカも大体同じくらいに作られました。内装はまた後に皆さんご覧に入れますからね。鍵売ってましたね、1100円なんですけど、そういうのびっくりした。年間約200組のカップルが会場で結婚、そんなに頻繁にやってるんですね、すごいな。じゃあもう急がないと、そろそろ出航の時間ですからね。
あちらにですね、あのピアノの先生がおられるんですけども、あどうも今日はよろしくお願いいたします。あ、このお素敵な、ありがとうございます。ドラが鳴ってる。この出港の時の景色が一番の見ものだそうですよ。最初乗り込んだ時はカーテンが全部閉まってるじゃないですか。でこれなんで閉まってるのかな、開けてくださいよと思ったんですけども、これはね、出港と同時に全部一緒に開くそうです。今ね、そこの方でビリ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 となんか音がして、あのエンジンかそのスラスターってなんか分かりませんが、動力装置も動いてるような音がしますけど、多分ね、来たぞ、おこれいいな、全部一気にこういう開け方します。あ、これ素晴らしいな。そこにね、僕にしか乗ってないってのもいいしね、これ聞いてみてください、わかりますかこの曲。オンリーユートレインかけてくれますかって言ったらね、かけてくれたんですよ。ちょうどカーテンのぴったり開くその瞬間にね、これから東京湾内の一番景色の優れたところをこの船で美味しいお食事を楽しみながらやりたい放題やらせてもらう予定です。出港と同時にカーテンが開いて、その場でお食事が始まります。このゆったりした感じはね、こういう撮影の仕方じゃないと皆さんのご覧に入れることも難しいですよね。他のお客さんがいたら気を使ってばっかりですから、気を使わなくていいっていうところにはね、もうすごい価値があると思う。さあ今日のメニューです。オマールエビと季節の野菜のテリーヌ、季節のスープ、鮮魚のポワレ、レモングラス風味。結構ねレモングラスって好きなんですよ、家で栽培してましたから。国産牛のステーキ、旬の野菜を添えて、これねなんとかを添えて高級料理には出てくるやつです。本日の自家製デザート、パン、コーヒーまたは紅茶の他に、飲み物もですね、基本的に飲み放題ということでご用意いただいております。今回はソフトドリンク。景色のご案内をします。奥が隅田川の河口で、あそこに隅田川の最後の橋、築地大橋があります。こちらは竹芝客船ターミナルで、今ちょうど伊豆諸島からやってきた大型客船と高速船が両方とも止まっている景色が見えます。日の出桟橋が今後方に過ぎていきます。すいません、ありがとうございます。左手は晴海ふ頭です。本当だったらば今年の今頃、もう少し前かな、オリンピックの選手村としてにぎわっていたところですが、現在はまだ特に活用されておらず、このように立派なビルが並ぶだけの場所となっています。今日はですね、小笠原諸島、東京都父島から大型客船の小笠原丸も来ています。あ、すいません、お待たせしました、どうぞ。ありがとうございます。マルエビと季節の野菜の天ぷら、夏野菜ですか、はい、あ、そうですか、いただきます。ちなみに今回のコースはですね、まあ、私一人でこの食事を頼んだ場合、およそ1万5000円ということになっています。向こう小笠原丸が見えるな。ちょっとあれだな、今回は貸し切りですからね、いつもだったら絶対にできないことをやっていいですか。すごいちょっとウーロン茶になりますけど、これが行儀の悪いことだっての分かってますよ。でも行儀ってのは自分以外に人がいるときに初めて成立する概念だと思いますから、僕は席を立ちます。で、好き勝手にやらせてもらいますけど、南方からやってきた立派な大型船、小笠原丸ですよ。週に1回しか見ることのできない大型船です。これを右手に見て、もうここまでやっちゃったらね、レインボーブリッジの下をくぐる瞬間は構うことはないんで、見たいものはね全部見てった方がいいですよ。あのちなみに、この船はレインボーブリッジを2度くぐりますので、あの貸し切り参加しないとレインボーブリッジの下をくぐる体験ができないのかというと、まあ、実はそういうことはありません。この船の高い塔がね、上のところへこうギリギリ当たるかどうかみたいな、まあ結構余裕はあるか。マストがこうレインボーブリッジの下を通って、なるほど、こういう風になっていると東京港に入ることができる船の数も限られるような、そんな風にね思わされます。
そして、まあ、ここから先もまだしばらくは実は東京港なんですけれども、向こうにですね、海からでしか見ることのできない東京の壮観なビル群を眺めることができるわけです。ただ景色がどこもいいですからね。だからもうあそこにお台場があったんですけど、あ、ご飯食べようかなと思ってる間にお台場行ってしまいました。まあ大丈夫です、あの夜の方が綺麗でお台場の前はまた通りますんで、あっちもまた最近できた新しい客船ターミナルがありますよ。台場地区いろいろね見応えのあるものがありますが、ちょうど今日本丸が来ている、これが9月の17日だったかな、つい最近にできたですね新しいクルーズ船のターミナルということになっておりまして、ちょうどその裏から立派な素晴らしい満月、ほぼ満月と言っていいでしょう。あれはこんなにね素晴らしいものを眺めながらお食事をするわけですけども、これ絶対美味しいんだけど、まだ一口も食べておりません。なぜかというと景色が素晴らしすぎるからでして、要するにね、この素晴らしい景色の中でこんなものを食べられるというのは、あのとても贅沢だというわけです。早速素晴らしい夕景の中食ってみよう。梅雨野菜ですかね、そろそろ終わりですから、夏っていう言葉を懐かしく聞くようにもなってきました。おいしい。まだ野菜だけですが、今度はウマロエビがたっぷり入ってますからね、今度は違いますよ、多分さっきよりさらに。さっきの野菜の時点で美味しかったんだけどね。おお。口の中がね、エビでいっぱいになります。美味しい、美味しいんだけどね、忘れてた。ソース、あのソースつけるの忘れてたんですよ。つけるの忘れてても美味しいわ。だしじゃないと思うんですけど、だしが効いた味がする。はるか海の向こうからですね、日本東京にたどり着いた数多くのコンテナ、これを今積み上げるクレーンですね、キリンとかそういう風に日本では呼ばれておりますけど、今浜辺の歌を流していただいてますが、流してというか生で演奏していただいてるわけですけど、これもね僕のリクエストです。お願いしたら何でも弾いてもらえるんですよ。オンリーユートレインだけじゃなくて、ありがたいことですよ。本当僕好みの旅になってますから、信じられない贅沢なことだよ。本当に信じられないことだと思いますね。僕もそう簡単にこういう経験はないですよ。今度ちなみにこのメニューはオマールエビと季節の野菜のテリーヌということなんですけど、オマールエビだけじゃなくて普通にキャビアも乗ってるんですよね。キャビア乗ってるならキャビア乗って帰るけん、キャビアが脇役になるぐらいすごい料理だということです。お、ハイケンスのセレナーデだ今度は。何でも弾けるんだな。中川家のレイジさんにも言われるぐらいね、食レポが下手らしいんで、だからあんまり余計な細かいことは言いませんけど、美味しいですよ。美味しいから、本当に美味しいですから。タイはまだ食べてないんですけど、ちょっと行儀悪いけどいいだろう、見てください、この美味しそうなタイを。僕の顔なんかピント合わせなくていいから、これですよ、これね。食べます。美味しいね。
見た目には分かんないかもしれないですけど本当に美味しいですから。見るべきものはいろいろあるんですよ。これ見てください。これ東京ゲートブリッジです。今度はねこっちから見てるんですが、こっちの方が多分高さには余裕があるんじゃないかな。ゲートブリッジが見えるとですね、どうなるかと言いますと、これ新木場とかそういう、まあ、いわゆる臨海エリアに近いわけなんですけど、今度は景色に千葉県が見えます。千葉県で一番の観光施設ですね。東京ディズニーシーが今向こうにありまして、何したっけ、なんとか火山、キラウエア火山だっけ忘れた。それから蒸気船のなんとかとか、タワーオブテラーとかですね、あれはディズニーリゾートラインじゃないか。ああ、あれが走ってるのも見えるんだな。1万5000円でね、こんなうまいもん食べて、こんな海の上からしか見られない絶景見てね。で、絶景ただ見るだけじゃないですか、動くんでね、いろいろ違いがありますし、そうこんな楽しめるんだったら、いや絶対、ね、安いと思うんですよ。だからなんかこうシンフォニーさんの方も言ってたんですけど、やってるものの質はすごい高いと思うんだけど、知名度がとても低いので、まあ、だから多分だから値段を下げたりとかしてるんだと思うんですけどね。いいよ、素晴らしい。あのね、今回私の受けてるサービスは、まあ、これ自体はね、この貸し切りっていうのはすごいとんでもないお金一人で払わないとできないんですけども、さっき何も言わずにこの厚切りのうまいステーキを食べちゃったんですけど、今度は塩味です。塩とかね、ソースとかいろいろありますよ。めちゃくちゃ美味しいです。何の食感に似てるのかな、とても柔らかいですけどね。シャキシャキっていうよりもふわふわで、しかも一口でいける量はもう厚切りなんで、この半分ぐらいですから、6口食えるっていうのはなかなかいいですよ。思いっきり口の中肉でいっぱいになる量でね。さて、ちょっとここでもう一回立ち寄りちゃいます。肉料理の途中ですけど、こんなこと普通じゃ許されないけどね。ここにも大体デートのカップルとかがいますんで、ね、あ、こっからこう見えますよなんて言ったら、お前何やってんだって彼氏に怒られます。さて、これですが、奥の背景の流れ方がちょっとこうぐるっと回ってるような感じがするでしょ。要するに今船がね、また右にぐるりと旋回していることがわかります。まあ、位置関係でいうとこういう感じですね。こっからね、羽田空港の方行ってぐるっと回って、また東京湾の一番奥のところまで戻ります。ちょうどあれですね、おぼろ月、あそこだけ雲が出てますよ。素晴らしい月です。このシンフォニーに乗ってね、もうこの間乗った時ももうデートのお客さんがすごい多かったんですけど、まあ、それであれなんじゃないですか、向かい側にいる彼女にね、月が綺麗ですねとか言えば、ね、いいんじゃないですか。本当に柔らかくて美味しいね。でもその事前の調整とかそういうのもいろいろありますんで、それだけですね、時間かけていろいろな方と手を取り合って協力して、それで今回の動画成り立ってるわけですけども、まあ、それやるだけの価値がある乗り物だというふうに私も思ったんでやらせていただいておるところでございます。すっかり暗くなりましたけどね、だからこそ目立つものもありまして、ちらりとですが横浜も見えます。あれです、ランドマークタワー。船は今右に旋回を続けて羽田空港から飛んでいく全日空の飛行機などが見えるところです。そしたらじゃあちょっと見学をさせていただこうと、この先にですねブリッジ操舵室があります。ブリッジはね、一般には見ることができない場所ということになっておりまして、シンフォニーの普通の乗客の人は見られません。これは貴重な映像です。ただね、このブリッジとそれからこの船の特徴は、ここで今操船をしてるんですけど、人が並んでるの分かりますか。こういうところのね、操船をしてるその前、船長さんたちよりもさらに前のところへ行ってですね、景色を見ることができる構造になっていまして、これもまた一般の人は利用できないんですけども、結婚式の時とかね、例えば花嫁と花婿で一緒に来て、それでここの景色を見てですね楽しんだりとか、それから夫婦の共同作業ということですね、一緒に本船の汽笛をボーって鳴らすと、そういったことをね、結婚式のイベントとしてやるそうです。もうゴールが見えてきてますからね、まだこの船のね、見てないところいろいろあるんで、
せっかくだから全部写してご覧、皆さんにもね楽しんでいただきたいと思うんですけども、今ですねちょうどコーヒーをご用意いただいているところなんですけど、ここ最上階なんですがお寿司カウンターもあるんですよ。まあ、今回はお寿司コースじゃありませんけどね、高級そうな、これ金箔乗ってるやつだな。これ見ると、これ2人、これ2人ということですね。まあ、カップル利用どうですかみたいな感じになってるわけです。こちらでも演奏を今したいで、さっきの方ですけどね、まあいろいろあるんですけども、これですね、貴賓室というのもあるそうでして、エロイカって読むそうです。旅客定員10名、もう本当にいろんな部屋があるんですよね。寝台特急みたいな感じだよな。なるほど、確かにこれは貴賓室だな。すごいな、あすごいな、これあれだ、春帆楼でやってるやつ何したっけ、下関条約のやつですよ、あれみたいだな、不平等条約の。おお、なんかこう飾り毛布みたいなの置いてある。私一人でこれ食べるっていうのがすごいですけどね。デザートはねここで持ってきてもらって食べるってことね。普通はこんなんないですよ。普通は一箇所ずっと同じところで食べるんですけども、今回は特別ということになっております。全部私のだから。でちょっと外で出ようと思うんですけど、これ外もあるんですよ。これもついてるわけですね。この貴賓室っていうのはどういう利用を想定してるんですかって聞いたらですね、これはプロポーズプランっていうのがあるそうでして、プロポーズをしたい人が彼女を連れてきて、でここでですね、なんか食事かなんかわかんないですけど、ちょっとタイミングのいいところで指輪をパカッと出すみたいな、そういうことをするそうです。あ、お持ちいただいてありがとうございます。カフェインレスのねコーヒーをお願いしたのでした。はい、すいません。ガトーショコラとバターと白ワイン、はい、ありがとうございます。はい、白ワインのケーキ、はい、そんなのがあるんですか。ちなみにこのプロポーズプラン、その成功率が 100% だそうですよ、今のところ。だ要するにここ借りてプロポーズすれば、まあ、絶対成功する、まあ、今まではそうなってきたということなんですけども、まあ、こんな空間を用意されてね、これでちょっと失敗するっていうか、もうこれ断れないですよね、こんなの用意されたら。まあ、どんどんね、東京港の日の出桟橋が近づいています。で、あそこにまたさっきのね、日本丸が今度はライトアップしてるのなども見えまして、美しい限りです。で、今回ですね、せっかく全部借り切ってますので、それでね、自分の食事したところとさっきのメインダイニングのフォーシーズンだけではもったいないと。だから船内でもいろいろ体験できたらなということで、こういうところ、これすごいですよね。これはなかなかないぞと思うんですが、ここはですねファンタジーという名前の部屋でして、私がさっきおりました貴賓室エロイカの1個下ということになっております。大きなですね窓フルオープンになってまして、まあ、時期がねちょうど良ければこのフルオープンで外からの風を中にこう吹き込ませるということになっております。これ実際いいですよ。新鮮な風が外からこうスーッと入ってきますからね。風を浴びながらのご飯、まあ、上のところでも吹き込んできましたけど、上よりも明らかに開口部が大きいです。で今こういう風な座席の配列になってますけども、別にこれはねいろいろな形に変えることができるので、こうじゃなきゃ使えないというわけではありません。で他にですね個室があります。ここはアリアっていう名前なんだな。これ4人定員のこういう個室なんかもありまして、個室は1つだけです。でこれはですねディナークルーズ、もう夜の時間のクルーズがこれからまた始まるんですけど、そのディナークルーズになると未就学、子供、学校行ってない小さな子供は参加できないわけなんですが、ここだったらバス参加できますよみたいな。逆に言うと夜はある程度の雰囲気を保とうっていうのがあるわけですよね。それから今後方ばっかり行ってましたんで前方も行ってみますか。前側にはねポロネーゼって書いてあるんですけども、まあ、ポロネーゼなのかな、ボロネーゼかなと思って、それスパゲッティだったんですが、一番最初にですね私がいたのがこの真下でして、他はまた違う感じで、なんかねさっきと比べるとちょっとなんですか、安めの会場なのかなというふうに見えますけれども、レストラン以外のイベント会場として使う場合もあるんで、こういう風な形らしくてですね、ここの売りはさあそろそろ見えますよ。なんか除菌中って書いてあるな。これ出ましょうね。デッキの扉が閉まってからこちらの扉を開けてください。あ、風が多分猛烈に吹き込むんでしょうね。一旦閉めて、よし、閉まってるから大丈夫。おお、いいんじゃないですか。ヒルトン、お台場とかが見える。おお、まあ、選手方向のところにですね出られるようになっております。いや本当にねいろんな個性があるなと思いますけど、上のところあそこ分かります、この指で指しているここが上のブリッジです。そうですね、さっき私のいたところね。でこの上の階は普通の人は入れないです。なんか結婚式とかそういう特殊な利用方法じゃないと来られないんですけども、こっちはですねこのポロネーズのところを使う人に関しては多分誰でも来られるんだと思いますね。で
前方からのこう景色を楽しめますから、いや素晴らしいですね。これ大型船あるあるなんですけどね、こっちはまあ大丈夫なんですけど、こっちじゃない、これがね、外のやつがなんかこう閉まるときにスーってなんかすごい勢いでね吸い込まれるような感じの動き方することあるんですよ。多分その気圧の差で指詰め注意みたいなことよく書いたんですけど、それだけ多分換気が強いっていうことだと思うんですよ。別に言わされてるわけじゃないんですけど、東海汽船さんに乗った時もね、あの大型船の換気能力って実はすごいんですよってこと、いろいろもうゴーゴー音を出してる換気装置を見せてもらったんですけど、ちょうどここもなんか音がしてるわ。また一個下の階にはですね、プレリュードっていうのかな、こういうのがあるんですけど、さっきも一回見たんですけど、こういう風な感じになってるんですよ。でこれはこういう客室なわけではなくて、普通にレストランとして使うこともあるんですけども、まあ、ちょうどねいい説明だと思うんですが、あの、まあ、前にこれねなんかここで式典かなんかをあのこの船を貸し切ってやったんで、それでまああそこが来賓の人ですよね。でここがその一般の出席の人がずらっと並ぶようなこういう仕組みになって、今たまたまこういう仕様でねあのなってるわけです。これなんか聞いた話なんですけど、この船あのバブルの時代に多分構想が始まって91年と92年のデビューなんで、その頃がバブルっていうのか分かんないですけど、これですね、後ろキラキラしてるのあるじゃないですか、これ僕でも知ってますけど、あのスワロフスキー、こういうクリスタルみたいなのをやるですね、その会社という、あのそれがもうやったらしくて、だから超高級品だそうです。実際すごいきらびやかですからね。このきらびやかなのがあるせいで一個一個がね余計に大きく見えるんですけども、よく見てみると後ろになんか巻き上げ機みたいな機器があるのが分かりますね、まあ、要するに後ろにある機器とかをこのまばやい輝きによってあの隠してしまおうということらしいんですけども、まあまあそれでも十分別に綺麗ならいいんじゃないかと思います。ちょっとこれめくってもいいかな、まあ、ちょうどね、あレインボーブリッジもくぐっちゃったな、まあ、くぐってもいいわ。レインボーブリッジくぐりますと、もうすぐですね、本線の出港しました日の出桟橋のすぐ近くまで来るんですが、最後にここからの景色が一番素晴らしいということで、シンフォニーはですねしばらく時間を取ります。東京のですねこの夜景を遠くからこうですよ。ここからの景色は結局出港した場所の景色が正直一番いいので、それをしばらく楽しむことができるように最後に名残の時間を作ってくれるのです。だからまあなんかプロポーズとかなんかしたい人はね、まあ、僕が偉そうにアドバイスする立場にはないんですけど、まあこのもう一回戻ってきたところでまだ時間余裕がありますんでね、あのいい景色が最後東京の夜景が見えてるところで、ちょっと結婚しませんかねみたいな言ってくれるといいんじゃないかと思います。これもねスワロフスキーですね、スワロフスキーですよ。いくらしたんでしょうね。これなんですよね、シンフォニーが結ぶ東京湾ハートラインと書いてあって、あの航路がですねハートの形をこうすると、これはディナークルーズです。あの僕は今回このサンセットクルーズをあの僕があのお願いしてオリジナルの時間で運行してもらってるんですけど、あのディナークルーズというやつになると、まあ、大体こういう感じのですね航路がある。これハートマークですよ。そういうのが多分引くんですよね、あの女の人とかの興味引くんじゃないかなと思うんですけど、例えばね、あこれはあ今度あれボーイング737だ、あ次はあこれボーイングのあなこれ767だわとかね、あ747来てるぞ、そんなこと言ってたらね、あの多分女性に惹かれると思うんで、まあ このぐらいのうんちくをねパッと披露しておくのがいいですよ。で最後にですね、この船の一番大きい部屋、一番下のところにある階ですけれども、これがですね、エンペラーだそうですね。こんな感じになってます。最近あのバイキング営業を始めたんだそうでして、いやあの前はやってたんですよ。まあ、この部屋でバイキングで6500円になるか、まあ、もしくは、僕があのさっきですね、あの最初に利用してたあのフォーシーズンってとこありますけど、あのフォーシーズンのあの部屋でイタリアンの6500円っていうのがありまして、このサンセットの時間だとね、その2つが一番安いみたいです。6500円でクルーズしてちゃんとした料理出てくるならいいと思うんですよね。客室も全部見終わりましたけども、レインボーブリッジをくぐってきてね、でこうくるっと今回ってきてるところなんですが、これ前方がですね豊洲です。豊洲市場が見えますね、これそうだと思うんですよ。で晴海大橋を渡って、これが選手村、すごいですね。早くもゴーストタウンになったかって感じですが、ちゃんとバスの運行はあります。この船の最終目的地日の出桟橋ももう割と近くに見えています。
向こうを見るとね、あれですね、今からまたディナークルーズに出発していく、さっきちょうど音楽とともにカーテンを開けていったシンフォニー、モデルナ、間違えました、クラシカが見えます。クラシカもこのモデルナも大きさが違いますが、大体作られた年代は同じで、私も両方ね見ましたけれど、まあ、違うのはその大きさだけって感じかな。で、まあ、モデルナの方が大きいんですけど、逆に大きいと貸し切りの料金がどうしてもかかっちゃいますんで、あんまりお金をかけずにですね貸し切りをしたい、そういう規模の人が、モデルナを希望して貸し切りという場合もあります。だから一人で借りるなら船借りれば十分なんですよ、内装も立派なのに。だけどわざわざこっちのですね大きい方を借りますと言って、私は貸してもらう、もらうことができたわけです。到着をするこの日の出桟橋は近く再開発されるという計画がありまして、まあなんかね、昔からスルスル言っといてなかなかしてなかったらしいんですけども、どうもいよいよするらしく、そうすると昭和の時代からずっとここにあった倉庫群なども姿を消すんじゃないかと思います。まあこれもね、一般の人から受けるものであるのか、ちょっと私も何とも言えないところなんですよ。横浜赤レンガ倉庫ほどにねレトロな感じはありませんし、でまあこんぐらいの方が私はどっちかっていうと好きなんですけど、ね、それはね最近ではこうちょっと手作りプラスアルファみたいな感じで、ライトアップしてくれてまして、なかなかこれ好きなんですが、もうそう長くは見ることはできなさそう。あそこにゆりかもめの日の出駅があります。サーゲンストップ。はい、サーゲンアスタン柔道。はい、よくよく考えたらね、これ僕の貸し切りだったんですよ。あそこを見てて熱中して忘れてましたけど、この作業全部僕のためにやってるって考えたらすごいですよね。あそこでも一体何人の人を動かしてるんだってことですから、その1回の貸し切りに料金がかかるのも納得です。まあそれでね、何百万で、今コロナの時期だからなんか割安で1回の貸し切り100万単位でできる場合もあるらしいんですが、まあそういうね、すごい金額がかかるとは言ってもですよ、まあ大人数で割ればやっぱそんなにはならないよなとは思うんですけどね。そしたらですね、着いたわけですが、こっから先はもう本当にすいません、ちょっと足元気をつけてくださいって言われて、ね、本当に気をつける必要がありそうですけども、裏ルートをですね通していただきまして、着いた後でもねエンジンが回っているんだそうでして、エンジンルーム見せていただけますか、見せていただけることになりました。お静かに、裏が多分お客様のあれなんでしょう、いるところだからなんだろうな。すごいね、やっぱお客さん用じゃないからね、さっきの歩きやすい階段と違って、靴がどうやってもはみ出しちゃいますわ。よしよしよし、こうやって船の中速やかに移動することができるようになったんですね。ここで事務員さんが、あ、どうもありがとうございました、ちょうどタラップをかけてるところですけども、まあともかくですね、もっと下があります、すいません、あ、いいですか、はい、失礼します。おお、さっきよりさらにね歩きにくくなりましたけど、それいいんですよ、お客さん向けじゃないんだから。これはこっちでいいんですか、すいません、はい、すいません。おお、前はね乗った時は耳当てしましたんで、耳当てなしは初めてです。はい、すいません、気をつけないとな。これがシンフォニーの、おお、何、僕が何言ってるのか全然わかんないんですけど、こっち行っていいのかな、こっちですか、はい、すいません、お邪魔します。これがエンジンですね、エンジンはね、あ、回ってる回ってる、こんな風に入っちゃってる、レバーがあるので、はい、これを下に下げるとエンジンが止まります。あ、これで止まるんですか、はい、はい、お願いします。今エンジンをレバーを押してですね止めているところだそうです。あ、なるほど、回転が少しずつ穏やかになってきて振動が止まったんですね。あちらでもね今エンジンの止める作業が行われていますね。これは何だろうね、ちょっと僕が見る限りは分かんないんですけど、なんか排気かなんかしてんのかな、バルブを開けてるから何か
抜く空気があるんだと思いますけどね、多分ね。暑いですよ今ね。こっちでうなっているのは発電機。なるほど。あ、そうなんですか。遠隔操作で止めることになっているそうでして、これがですね、今から多分おとなしくなるんじゃないかと思います。お、静かになった、静かになった。あれ、なってない。あ、静かになった。はい、今止まったんですよね。あ、涼しい、涼しくなってくる。国鉄14系、12系とかね、知ってる方は分かると思うんですけども、要は電源を供給するためのエンジンということです。発電用のエンジンです。いや、ブルブル震えて止まったみたいだな。手前の方が本日の機関長さんです。ここはね、裏の船員さん、部員さんの居住スペースということになってるんですけど、居住スペースだと思ってね。その別にこのシンフォニーに関してはずっと航海するような船ではないですから、東京湾をぐるぐる回ってるのにそんな居住スペースなんかあんのかなと思ったらですね、結構泊まりで保安の要員とかがいるらしくて、船はいつでも基本的に誰か船の中にいるらしいんですね。だから部員室3名だって、今ちょうど裏にね、部員さんがいるのかなと思うんですが、あ、すいません、こっちは船長室か、船長さんのお部屋ですね。中はね、人の部屋なんで勝手に移すわけにはいかないんですけども、ちょっとね、ちらっと見させていただいたんですが、すごく広くてね、あ、こんな快適そうな場所があるんだなと思いましたよ。一等航海室もあって、これも航海室さんからの許可もらってないからあれなんですけど、船長さんと一等航海室さんはなんか自分の部屋があるのかな。あとはあれか、機関長さんのお部屋もあるんですね。じゃあまたですね、裏側を通って帰らせてもらうことになります。すごいな、やっぱ30年活躍してる船なんだなって最後にこの裏を見て思いましたね。だからこそね、表のところがいかにリニューアルされて綺麗になってるかっていうのが分かると思うんですけど、あ、こういうところに椅子が保管されてたりするんですね。ははは、ずっとね、裏側を捨てて、あー、なるほど、こういう感じなんですね。これ今ですね、上がってくるときにこれ手すりがあるじゃないですか。で、あーとか言ってこうやって触りながら上がってきたんですけど、これ実はね、触るの結構あれな、まあお客だからね、別に客は別に触っても怒られないわけなんですけど、これすごいいいものの真鍮を使ってですね、触ると手垢がついたりとかして物が劣化するってことで、船員さんとか部員さんの皆さんはあれですね、これ触らないようにされてると伺いましたけど、はい、一応我々は触らないように。あ、やっぱそうなんですね。というですね、すごいこだわりを持って維持されてるやつね。僕の手垢がここについてるやつは後で多分また拭いて掃除しなきゃいけないわけですから、皆さんも乗られる時はね、僕ついつい何も気にしないで触っちゃいましたけど、ちょっと気にしてみても面白いかもしれません。別に触っちゃいけないってことはないですけどね、全然むしろ触ってもらってもいいんですけど。それ最後にですね、ちょっと一つネタバラシといいますか、実はこういう話だったんだよっていうことを言おうかなと思うんですけど、今日はうまくいかないなと思ってたんですが、実はですね、19時40分に、この東京港にですね、東海汽船のサルビア丸が来るというんで、それに時間を合わせてあれと並んで走ってくれませんかって、ね、お願いをしててですね、シンフォニーさん側にもそれは OK いただいていたんですけど、結構近くをね通れるような時間に設定していただいてたんですけど、今日はちょっと遅れたみたいで、残念ながらサルビア丸の時間には合わなかったんですが、ともかくですね、降りる支度をしてたらば、サルビア丸も今ちょうどこちらに近づいてきました。これね、ちょっと微妙なところだなと思ってるんですけども、向こうに見えるサルビア丸の最上デッキと、それから今私の立っておりますシンフォニーモデルナの一番上のデッキとですね、その高さ多分あんま変わらないんじゃないかな。だから東京湾の中ね、ちょっとぐるっと回って、そしてご飯食べましょうみたいな船でもですね、それの割には相当こういう大きくて、立派な船だということをですね、感じていただきたかったので、サルビア丸とね一緒に走るといいなと思ったんですけど、さまざまな事情があって必ずしも時間通りの、ね、運行はできないものですから仕方ありません。実はね、東海汽船さんの方にも私の方から連絡してあって、シンフォニーモデルナは近くに走ってもらう予定なんですけどもいいですかと言ってですね、もうぜひぜひ海のルールを、ね、守っていただけるのはもう分かってますね。なんか東海汽船さんとね、シンフォニーさんとなんか仲がいいみたいな、仲がいいというかともかくいいお付き合いをして、いるみたいな話は、ね、聞いたんですけども、ということでして今回はね、いろいろ大掛かりなこと実はやらせていただいていたんですけども、あれは伊豆諸島の方行くやつなんで、基本的にね、これ東京周辺の夜景のこうギラギラギラって感じの、ご覧になりたければ、この船に乗ってですね行くと、
船にもいろいろあるよということと、それから東京観光にもいろいろあるよということをですね、ぜひ皆さんにも知っていただけましたら誠に幸いでございます。じゃあ降りるとあれなんですね、多分外に資材みたいなの運び出すんだと思うんですけど、今日は僕しか乗ってないからね、運び出す人も物も少ないんじゃないかと思いますよ、勝手な素人判断ですが、これよく見るとすごいですね、窓もこの部分にね窓ついてるのは珍しいと思いますよ、多分その鉄道のあれですね、2階建てグリーン車の1階席みたいな感じです。こっからの景色もね良さそうだな、ちょっと明るかったら撮ったんですけどね。じゃあすいません皆さん、どうも今回はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。あれこれね終わりにしようと思ったんですけど、ちょっと聞いてください、これさっき言ったね、ここに昔鉄道が来ていた時の、倉庫なんですけど、これいいもの発見しましたよ、この杭なんですけどね、これ鉄道のレールなんですよね、ちょっと端を踏んになるかもしれないからあんま触んないでおきますけど、多分ここに来てた東京都港湾局専用線か、もしくは国鉄東海道貨物線、多分東京都港湾局の資産なんで、ね、専用線のやつだと思うんですけど、ここに普通に線路が伸びてきていた、その時代の JR とつながった線路があった時の名残ですよ、結構貴重なやつだと思います、見つけられてよかった、どうもありがとうございました。そしてですね、もう一個ごめんなさい、皆さんにお伝えするのがありました、あ、すいません、ありがとうございます。今ちょうど船長さん直々にやっていただいてるんですけども、この待合所にですね1個見どころがありますんで、最後にとか言って何回紹介してるんだって感じですけどね、ご覧に入れようと思いますが、これですね、この近辺、ちょうどですねこの日の出桟橋のところに防潮堤って、こういう板があるんですけども、そこにこんな落書きがあったというんでね、こういうふうに大事に飾られてるわけなんですが、落書きが大事に飾られるっていうのはおかしな話なんですけども、これですねロンドンの地下鉄とかで前話題になりましたけど、落書きアートの有名な人なんかバンクシーという人がいるそうでして、市政の私立の私立の美術館とかでいろいろありがたがって展示されるというほどのものなんだそうでして、でそれでですねそれがちょうどこの日の出桟橋のところにあったと、これは本人が作ったやつかっていうのは実際には分からないらしいんですけども、そうなんじゃないかという話でして、でなんかこれ何千万とかねするんじゃないかっていうぐらいの貴重な品物になるらしいです、本物だったら。これ本物ですかって問い合わせたらなんか回答はなかったらしいんで、否定しなかったんだから多分そうなんじゃないかなっていう話らしいんですけども、ちなみに上に防犯カメラがありますけれども、完全にですね他のところにはもう全くなく、この作品を見守るために作られた防犯カメラだそうです。